どうもラオチンです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はねお守り厳選していきたいと思います。今装備してるのが俺これなんだよね。本能徳と大前大の五石これをしてます。本能が HP 半分以下の時に回避率がものすごくアップする。そして、全属性防御強化大、これは全属性の防御力がかなりアップするっていうやつだね。で今欲しいのが絆徳だね。絆徳と、あと異常状態を給付しやすくなるやつ、それが欲しいです。やっぱ絆ゲージはねものすごく大事なので自分につけておきたいところです。で厳選の仕方だけども、まずセーブをしてきてください。セーブをしてこの五石の交換で、これで L を押すと、これがねレア五石とランダム交換、これ瓶の王冠30個と交換することができます。でこれで交換するっていう感じですね。25個とかしようかな。25個交換しましょう。はい、まあとりあえず入手しましたね。でこれで、厳選していくんだけども、とりあえず入手した後に確認をして、いいやつが出てなかったらば、リセットですね。このタイトルに戻るをしましょう。そうすると、交換する前に戻るの で、その後でまたスタートということです。まあ、とりあえず見てみましょうか。今回いいのはなかったんだけども、このアイテム節約はいいね。対戦の時に、これつけてるとなかなかいいかもしれない。生命の大粉塵とかそこら辺が数が減らなかったらめちゃくちゃ強いんで、節約はなかなかいいかもしれないね。ちょっと欲しいものに一つ入れておきましょう。ではいいの出てなかったので、タイトルに戻ります。戻ってきました。でこれでいくと、さっきと同じものが出てしまうので一度フィールドに出ましょう。で、そして、また村に戻っていくと、出てくるアイテムが変わってるので、そういう感じでやっていきます。いくぞ。お、この組み合わせなかなか良くないですか？抜刀術特で、武器を持ち替えたターンに会心率がかなりアップする。でしょ？で、会心撃絆で、クリティカル攻撃の時に、絆ゲージ上昇量が増える。だね。あ、まあ、これ、快進撃、絆、徳だったら、もっと良かったね。まあ、まあ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 、この組み合わせはなかなか素晴らしい。あ、なんかこの無難なセットいいね。体力増強徳と自己回復大。これは、なんか無難に使えるやつだね。増強徳で、HP60 アップして、回復大で40ぐらい確か回復するのかな。これは、まあ、取っておきたいけども、まあ、今日狙うべきものじゃないな。はい、それでは、約1時間ほどかかったね。ようやく納得ができるやつが出たんじゃないでしょうか。まず、付与率アップ得。状態異常を付与する確率がだいぶアップするっていうやつ。毒武器で攻撃していくので、これでだいぶ、毒を与える確率が増えるんじゃないでしょうか。そして不屈徳、残りライフポイントが減ると能力が上がる。まあライフポイントが1の時とか攻撃と防御がすっげー上がってるので、この2つの組み合わせは悪くはないんじゃないですかね。これは取っておくべきやつでしょう、間違いなく。はい、まあちょっとね他のやつも欲しいのがあるんだけども、今日はとりあえずここで
やめておきたいと思います。うん。これはなかなかいいんじゃないですか？はい。まあ、またね、瓶の蓋、集めればすぐね、溜まっていくので、そこでまた集めていきたいと思います。はい。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。